はい、皆さんこんにちは。今日は2023年4月の9日日曜日です。現在ね、ここはね、鳥居林道のね、さらに奥の方ですね。ここはね、通称イズニーランドとね呼んでるところの、出口側から今回ね入ってます。出口側から入るとね、割と下りが多いんでね、楽かと思うんですよね。なんとかみんなでね、下まで無事にたどり着けたらいいかなと思って。でね、この入り口がね結構浮かれてるんですけど、これもね、このコーナーを曲がったらすぐ普通のね、許せるレベルの、林の中をね走るような道になってますんでね、あんまり枯れてもないし、ちょっとね木々の間を縫うように走るんで狭いですけどね、走りやすい道じゃないかなと思います。これね、逆側からのルートで行くとね、結構なね急傾斜を何回か2回ぐらいかな登んなきゃいけないんでね、結構厳しいんですけど、こっち側から今日は行くっていうことになってますからね、割と急坂をね2回降りればなんとかなるっていうね、そんな感じで走っていけるかと思います。今日のお供はね、ヤマハ WR155R とね、元ブロが合計7人でね走ってますんで、皆さんよろしくお願いします。このコースはね、何日か前にね、4月9日にみんなで走ろうっていうね計画を立てた時に、それからね日曜日ごとにライフルツイスターさんが来てくれてね、走りにくいような枝を払ってくれたり、ちょっとね若干整備してくれたみたいなんで、非常にねクリアな感じで現在ね走りやすくなってるかと思うんですけど、ライフルツイスターさんもね、なかなか皆さんのねために毎週のようにね来てくれて、いろいろ整備してくれて本当ありがたいですね。で、今日はね、こんなにね素晴らしい天気なので、この荒涼とした、山を下っていく様もね、結構明るい日差しがあって、いい動画になるかと思うんでね、皆さんね楽しんでいってもらえると嬉しいですね。でね、まだね道っぽいかなって感じちょっとするじゃないですか。これもね前半だけですよ。もう途中からはね、もうなんとなくバイクが走ったことあるんじゃねえかなっていう程度のね、そういうところになっちゃうんでね、なかなか厳しいんですけどね。ここね今結構下ってるんですけどね、これは普通にね、逆に登れって言われても登れるレベルかと思うんですけどね、何回かね結構下ってはいるけど、リアがねロックして下っていくような道がありますから、そういう道をね今度逆方向からね坂登れってなるとね、なかなかこれがねまくれるのと勝負でね、リアに荷重かけてなるべくまくれる限界ぐらいのところでね上がっていかなきゃなんないんで、ちょっとそこは難しいですよね。その辺がね、私はねリアに荷重をかけてなおかつまくらせないっていうところがね、割と下手くそです。坂はね登るのはうまくないです。でね、現在ねこのね純正のトレイルタイヤで走ってますからね、これは下り坂でもねすぐリアもロックしちゃうし、なかなかね坂道で下り坂でスピードを殺すのも難しい感じにはなってるんですけどね、それでもね、これぐらいの傾斜だったらライフルツイスターさんにね十分ついていけるし、ライフルツイスターさんがね、楽なルートをね選んでコース取りしてくれてるんでね、その後をねトレースしていけば、普通に皆さん降りれるんじゃないかなって感じなんですけどね。ここをね多分自分一人でね行けって言われたら、多分どっかで迷ってしまってね、わけわかんないところに降りちゃって、で地獄の苦しみをするような感じなんですけどね。何にしてもね7人もいれば助けてもらえるし、ライフルツイスターさんがね先導してくれてるんで、割とね安心な感じで、安全安心な感じでね林道で遊べるような感じでね、今日はとってもイージーですね。何年か前にねジェベルを買ってね、オフロードっていうかね、荒れた道を走りましょうってした時はね、とってもねこんなところまで走りに来るような感じは思ってなかったんですけどね、日々ねエスカレートしてどんどんね道じゃないところへね進出しちゃってますんで、
まあ大きい怪我をねしないでね、なかなかこうやってね遊んで楽しくいければいいかなと思ってるんですけどね。ただね、まあアスファルトをね大きいバイクで走るのも楽しいし、まあこういう風にねオフ車で山を走るのも楽しいんですけど、まあ山の場合はね、まあなかなかスピードも出てないし、対向車がいたり車にね接触したりってこともないんで、まあ小さい怪我はあるんだろうけど、まあこけてもねなかなか笑ってられるレベルのこけ方ですから、アスファルトでねこけたらもう血だらけになったり骨折したり多分すると思うし、車と接触すればね命も落としちゃう可能性もあるんでね、まあそんなことを考えると、まあ趣味の世界としたらね、まあおっさんがね山行って20キロぐらいでねこうやってどことか走ってる方がまあ怪我もなくていいかなって、まあそんなところでね今ねこの山の中のね道でもないところで他のねオフローダーさんとすれ違っちゃうとこがやっぱね最近人気の鳥居周辺のね伊豆ニーランドだなって感じはするんですけどね。まあこのね道もねまたみんな走りたいと言ってますから、そのうちねもう一回走ったり下から上に向かってね今度逆ルートで難しいと思われる多分途半ルートの方でね走ってみたり、まあそんな感じでね楽しくね遊んでいけたらいいかなと思ってるんですけどね。でもね何にしてもねこの4月のね9日っていうこの時期はねまだ新緑でね新芽は出てるけど、まあ見てわかるように草はねほとんど伸びてないし、まあ走りやすいですよね。これ真夏になってどうなの、ジャングルクルーズみたいになっちゃうとこれ難しいんじゃないかなってちょっと思うんですけどね、下がね草ぼうぼうで見えなくなっちゃうと、まあみんながねすごく走ってくれればそこがねなんとなく道っぽくなるんですけど、この道をね毎週のように誰かが走ってるかっていうとまあそうでもないでしょうから、すぐにね草に埋もれてしまってなんだかわけわかんないところになっちゃうと思うんですけどね。まあこういうね杉の植林のところはね割と下草が生えないんで日当たり悪いからね、だからなんとなくこのままいると思うんだけど、だけどこういうところってね割と輪立ちを作ってもねそこをね1週間経つともうどこ走ったかわかんないんじゃないかなって感じするんですよね。でね今回ねこれねライフルツイスターさんがねほとんどね何の迷いもなくね下っていくからねこれ大したもんだなと思ってね、まあ、山田所長これ1回ぐらい走ったぐらいじゃね同じとこもう1回走ってくれって言われてもなかなか厳しいんじゃないかなって感じはするんですけどね。まあこういったね杉のね植林のところはねまあ最初はグリップするんだけどね、みんながね走り出すと今度掘れちゃってね、でこう粘土がこう露出するっていうかね、でタイヤがすぐ目詰まりしてなかなかねこれ坂登れないんですよね本来ね。だからね今ねこの今登ってるんですけどね、まあ登りのところはね結構ねアクセル吹かして勢いつけて登ってるんですけどね、これがね勢いぐらいで済めばいいし、まあ止まった後ねまた再スタートできるぐらいのそんなレベルの坂だからいいんだけど、まあ本当にね厳しい激坂みたいなとこだともう止まったらねもう一回上に上がるなんていうのは無理だから、そのままバイクをね引きずり下ろして下まで行ってもう一回再チャレンジぐらいのね、まあそんな坂になっちゃう時もあるんでね。でまあこけてもねまあこういう平らっぽかはいいんだけど、馬乗せみたいなとこだと下の崖の方にね落下するとまあ一人じゃ持ち上げれないから、やっぱりねまあこんなね 7,8 人のいるねこういう大集団で走った方が何にしてもね安心ですよね。でねちょっとこの広いところに出てね、でまあちょっと一時休憩ですね、皆さん一服タイムに入りました。それでね再スタートで今回はねライフルツイスターさんの先導はそのまんまなんですけど、前をね2番手でアーリさんが走ってますから私はね3番手で走ってます。もうここはねすごくね道が狭いしね割とここ急ですね、でこの馬乗せみたいになってるからここはねちょっと本当にね平らなところがないんで左右がまあ気持ち悪い感じですけど、まあ落ちてねどうこうっていうほどの馬乗せじゃなかったですけどね。それでまあ割とこの杉の中をねく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 ね縫うように走って、でね見るとねやっぱりね誰か走ってるようなねそんな感じのね
わだちはあるんですよ。もう、なんていうのかな、掘られてる感じね、地面がね。で、まあ、すごいね、ごついタイヤね、モトクロスタイヤみたいなやつね、そういうタイヤで走ると、多分山を掘っちゃうのでね、エンデューロタイヤとかはもう、その、ブロックのね、高さの縛りがあるんですよね、あんまり高いのはダメだっていうね。だからエンデューロタイヤだとね、割とそんなにブロックが高くないんで、まあグリップもあるんですけど、まあそれなりですよね。本当にね、粘土のひどいところだけ走るんだったら、やっぱりコースがね、そういう風なところが多い、モトクロスタイヤがまあ一番なんでしょうけどね。まあ格好もね、モトクロスタイヤが一番かっこいいですよ。ただね、動画とか見てると、まあ、トヤベースさんちはね、大体ね、もうみんなね、リアはね、間違いなくね、ツーリストですね。まあ、乗ってるバイクがね、セローな人が多いっていうのもあるんだけど、まあ、セローのね、定番の IRC のね、ツーリスト、チューブレスのね、リアタイヤ、ごついやつ履いてて。で、前もね、フロントもツーリストの人もいるし、まあ、トヤベースさんなんかはね、フロントはね、なんだろうね、あれ、エンデューロータイヤみたいな、そんな、パターンだったと思うんだけどね。前はそういうやつですね。まあ、モトクロスタイヤだとね、多分丸太を越えるときにグリップしないからだと思うんですよね。ゴムがね、ちょっとね、ツーリストに比べたら硬いんですよね。だから、地面の粘土にはね、すごく刺さるんでね。粘土だったらガンガン登るんですけどね。まあ、それがね、石とか丸太っていうとね、食いつきが悪いような感じでね、まあ、ダメだと思うんですよね。今のね、坂はね、結構急じゃないですか。あれね、逆ルートでね、登れっていうと、やっぱ結構な勢いつけて、一気にドンって登んないとね、ダメだと思うんだけど。ただまあ、坂のね、距離があんまりないから、まあ勢いだけでいけるかなって感じは、ここはするんですけどね。ただ実際やってみると、初めてだと多分ビビって登れねえんじゃねえかなって感じはするんですけどね。でね、この辺になってくると、まあこのぐらいのね、登り、まあ見て、まあでも今見るとね、大したことねえなって感じはするんだけど、まあこういうね、ところは、まあトレイルタイヤのね、純正タイヤですから、まあ勢いつけて、アクセル吹かして一気に登っていかないとね、登れないんで、まあそんな感じのところも縛りはありますよね。まあね、こういうところをね、みんなで走っててね、なかなかこう、タイヤがね、まあ普通に走れてはいますけど、これもうちょっと傾斜があったら登れねえだろうなとか、雨が降ったすぐだったら登れないだろうなとかね、まあそんな風に感じてね、まあこれタイヤをね、なんか変えなきゃいけないし、まあライフルツイスターさんがね、まあ、このタイヤいいよっつってね、なんか教えてくれたんで、まあ、伊豆林道クラブ、IRC 伊豆林道クラブですからね、まあ本来はね、IRC のね、井上ゴムのタイヤが良かったんだけど、まあちょっとね、今回はね、その他のメーカーのね、タイヤを買おうかなと。まあそんな感じにね、目論んではいるんですけど。まあ、現在ね、ちょっと欠品してるんで買えないんですけど、入荷したらね、まあそれを買って、ぜひともね、履いてみて、まあタイヤのね、グリップ力だけは、ライフルツイスターさんにね、追いつきたいなと。まあそんな感じに思ってますけどね。で、ここね、こういうとこはね、なんかわかんないですけどね、この間伐したね、木をね、まあ捨てないよね、そのまま倒しっぱなしになってるんでね、それがね、こう、緩い角度でね、斜めに入っちゃうと、フロントがね、結構滑るし、リアタイヤもね、結構滑るんですよ。で、こういうところだとね、やっぱりね、ゴムがやっこい。まあ IRC のね、ツーリストが一番いいよね。まあそんなことを喋ってるうちにね、この先に見えるね、明かりがね、どうもゴールの広場に着きそうなんでね、またこんな感じのね、動画が見てみたいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた。